私の兄は浮気をしていた。うまっ。結婚直前なのに、うん、バカ兄貴と別れてくれって愛人に直接言ってやろうと思ったんだけど、私ね、愛してるの。なんか全然違うこと言っちゃった。結婚式止めてみます。あんな兄ちゃんのどこが好きなんですか。ねえ、内緒。これは私と兄の愛人の秘密のお話。私たちって何かな。何でしょうね。なんかいいかもね。そうですね。ただいま。ちょっとここ座りなさい。やだ。どこで何してたんだ。言ったじゃん、友達んち泊まるって。じゃあ友達んとこ泊まる。うるさいな。お前、彼氏か。